続きまして、ロンナチャイとルアクゴルドンの試合の解説をしていきたいと思います。ね、ルアクゴルドン、イスラエルの選手ですね。頭に、ヤムカっていう、被り物をしてますね。モンコンとヤムカをしてるんですね。ヤムカってこう頭の上にこう置いてあるお皿みたいな感じのものですよね。このヤムカっていうのはね、多分イスラエルの人なんでユダヤ教徒なんでしょうね。ユダヤ教徒でこうこれはね、することによってこれ革とかでできてます。革製スウェードの革とかね、そういうのでできてて、これを皮でもね、豚の皮はダメなんですね。豚以外の皮で作られたものをこう頭のねこのところに置いて、これ何のためかっていうとですね、これを神様の前では頭を押さえつけて頭がね、頭が低い、自分のが低い立場に神様よりいるんですよって意味でこうやしてて、結構ね、ユダヤ教徒の人はこれをやってる人が多いです、ね。僕もね、そういう勉強を専門的にしてるわけではなく、幅広い知識でいろいろ勉強しててね、これね、この話はあれですね、池上さんの本で勉強しましたね、はい。でこの選手、ゴードン選手は、オムノイスタジアム、オムノイスタジアムっていうのは土曜日にやってるチャンネル 3チャンネル、タイの地上波の3チャンネルでやってるオムノイスタジアムっていうところがあるんですけれども、このオムノイスタジアムのチャンピオンになったことがあります。それとイフマっていうインターナショナルフェデレーションムエタイアマチュア団体ですねの金メダリスト、ゴールドメダリストでもあります。そしてまあ相手のこのロンナチャイ選手、この人はもう言わずと知れてますよね。もう弟さんですね。弟もムエタイやってて強いですよ。でロンナチャイはもう言わずと知れたルンピニスタジアム3階級王者ですよね。超フィーム、そしてゴードンはファイター、ね、面白そうですね。さあ見どころは、ゴードンの攻撃に対してロンナチャイがどのようにさばくか、そしてゴードンの無人スタミナはね、全然ゴードンのがありますからね。あ、布製ですね。布製のものを使ってますね。ね、最近になってると、なんかこれ池上さんが言ってたんですけど、自分が好きなね、サッカーのチームとかのこういうのをしてる人もいるらしいですね。ヤムカっていうね。はい、ロンナチャイですね。ウボン・ラジャタニーの出身、タイのね、ウボン・ラジャタニー。さあ、はい、書いてありますね。言わずと知れたもうルンピニの3階級制覇、MVP も何回も取ってます。強いっすよ、超フィーム。
ただね、わかんないな。ラック・ゴードン、ラック・ゴードン、そうですね、あのね、反対ブロックで出てるスラサックっていう選手いるんですけど、スラサック選手には負けてます、ラック・ゴールドン。さあ始まります、第1ラウンド。何に気をつけた方がいいかな。ゴードンとしては肘に気をつけた方がいいと思います。めちゃくちゃタイミングいいですからね。そしてロンナチャイとしてはボディーブロー、ロンナチャイから前に行ってますね。はい、左緑、体強いですからね、ゴードン。テクニックで言ったら絶対勝てないぞ、ゴードン。はい、カットしないと。そう、あのボディいいですよね。この距離感が抜群だ。おお、左ストレート。サウスポースタイルのロナチャイ、オーソドックスタイルのラ・ゴールドン。けどね、ラ・ゴールドンなんかね、ちょっとパンチ軽くなったな。もっと右ストレート伸びてきたんだけどな、昔。おい、カットしないからな。ああ、カットして、しだしましたね。ああ、だけどできないんだな。タイミングが早すぎるんだな。ワンツーじゃ絶対ロンナちゃんに当たんないぞ。あ、そう、ワンツー、スリー、スリーで当たりましたよね、今も。ワンツーまでは絶対ロンナちゃん当たんない。今、スリーでも当たんないんだから。うん、もう距離感掴んできちゃった。ま、はいはい、蹴りの初動が、ああ、ファールだね。ちょっとファールカップに当たりましたよね。けどこれぐらいじゃ止まんないですね。はい、ナイス左ボディ。左ボディはいいんだよな。あれが突破口だと思うんだよな。うん。また左ミドルでしょ。そうでしょ。こう入ってくるところに全部左ミドル合わされてるんですよね。ちょっとね、戦い方変えないとこれダメですよね。全部入ってくるときに左ミドル合わされてるんですよ、これ。俺ね、全部これ。何回やっても同じになっちゃいますよね、これ。で、これ、うん。はい、10対9、ロンナちゃん。間違いない。この時点で、もうトップはヨーティンに決まりましたね。6ポイント取れないですからね。そう、全部ね、同じゴードン、全部同じ。今のミドルもそうじゃないですか。このミドルもそう、全部同じ攻撃をもらっちゃってるんですよ。これもそう、パンチのタイミングに全部合わされてるんですね。で、蹴りのが威力があるからパンチがストッピングされちゃうんですよね。ちょっと考えないとダメだと思いますね。じゃないと絶対これパーフェクトでポイント持ってかれると思いますよ。
そうだよな、10対9、ロンドンチャイです。うん、ロンドンチャイなんか全然疲れてないな、あんまりスタミナある方ではないのに。これね、またね、多分ですよ、またね、焦ってゴードン入ってくるんですよ。そうしたらまたそこでアーされると思いますよ、ラッゴルドン。やっぱりね、ここちょっと一回冷静になって出入りをもうちょいして、ロンナチャイを前に来たところで左ミドル蹴ってきたら、それに合わせて左ボディだとかロー、まずそこから組み立てていった方がいいと思います。自分がね、この距離でずっと戦っちゃってるんですよね。じゃなくてこの距離であったり、こう、そう、今のローとかいいですよね。そう、こうローで入っていった方がいいですよね。首相撲雷拳は同じけどね、これロンナチャイ強いからな。あ、もうロンナチャイの勝ちですね、手。うん、左ミドル高いのはロンナチャイ。これ、この入り方ダメだって、その入り方ダメだって。ローからまず、ローなりジャブから入んなきゃ。手から入んなきゃ。それ、今手から入ってるからいいんですよね。うん、そここもう一回来るぞ、もう一回来るぞ。あ、ナイス。左ミドル来るぞ、左ミドル、うん、ナイスカットな、来るぞ、ほらな、これ、うん、いいペースですよ。強いな、バランスが。前出ろゴードン、今行け、今、カットだけしっかりしながら前に入れ。カット、前に対しに体重心になりすぎない、ボディ。いや、別に僕ロンナちゃん嫌いなわけじゃないですよ。ジャッジメントラウンドが見たいだけです。おう、けどな、上に蹴っちゃってるからな、威力がないよな。あー、左ミドル、左ミドルで首相撲に来ると思うな、次。左ミドルじゃん、左ミドルじゃん、で手で、あー、左ミドル、そう、うん、首相撲、もう余裕だな。左ミドル、うん、ナイスカット。はい。ロンナチャイ。Beautiful step knee. ここさ、左ボディ打ったらいいんだよな。右の縦肘が来るかもしれないけど、ちょっとこう手を振っといて左ボディ打ってくれればな。浅かったけどいい蹴りですよね。頑張れ、両方頑張れ。ゴー、ちょ
ちょっとだけでゴードンがダウンとか取ってくれると面白い。ね、そうだよね、ロンナちゃんになっちゃうんですよ。もうこれがね、もうロンナちゃんのペースなの。正直言って、あのムエタイをあまり知らないっていうか、ムエタイを知らないというか、ムエタイをね、あまりこう興味ない人が、ロンナちゃんの試合を見て、うわ、ロンナちゃんの試合超面白いっては絶対ならないですよ。もうくろうとすぎる。俺は好きですけどね、もうこのフィーブーで面白いっていうか、こうテクニックがすごいですからね。すげえ省エネファイターなんですよ。だってね、今日の試合って右のミドルってまだ全然出してないし、1回か2回ぐらいじゃないですか。で、左ミドル、ほぼ左ミドルだけでしょ。それとあと首相撲ね、だからすごい省エネですよね。逆に言っちゃえばゴードンは左のハイキック、右のミドル、ローキック、両方の手、アッパー全部使ってますよね。で、3個の武器しか使ってないんですよ、ロンナちゃん。はい、左ミドルでしょ。1回。これ右の、あ、ほら前蹴り。ワンツーツーツーワンですね。カット、もう流してますよ。前にプレッシャーかけてるみたいにやって流してますよ、うん、はい、もうこれで、はい、左ミドル、あ、そう、おお、ダウン、なんで、いや、レフリーダウン取らなかったな。いや、今ダウン取ってあげたいよな。尻餅ちゃんとついたじゃん。おー、ナイスボディ、頑張れゴードン。あは、もう、わー、かわいそうだな今のは。おー、聞いてることは聞いてるぞ。ちょっと今の見たいな、スローモーション。ちょうど背だったから、ロンナちゃんの背だったから、こっちに倒れてくるのが分かったから、ダウンかと思うけど、ダウンじゃないのかな、見てれば。いや、行った方がいいよ、行った方がいいよ、行った方がいい、行った方がいい、行った方がいい。どっちみち取ってるから、このラウンド。あー、膝前出ろ、おい、ボディ、うまいよな、足払いですよね。頑張れ、やっぱロンナちゃんの勝ちか。すごいよな、ロンナちゃん。おう、おう、カウンター。まあ、29対28、ロンナチャイでしょうね。いや、ちょっと、あれ、ダウンかと思った、あれ、ちょっとスローモーション見たいな。
ああ当たってねえな。ああダウンじゃないわ。ちょっと待てよ。あダウンかな。どあ難しい。ダウンだよな。RWS ならダウンだと思います。ラジャダムナンの普通のモエタイだったらダウンじゃない。29-28。ロンダちゃん。さあ、このブロック、ロンナチャイ と、1位がヨーティン、2位がロンナチャイで、ゴードン と、アンドレスが、並んでるという状態ですね。はい、じゃあ今日は ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。